ウルトラムーン。悟空じゃねえんだよお前。いやもうこれ悟空から入るべきでしょ。悟空から入るべき。悟空から入るべきでしょ。ウルトラムーンの方が結構バックアドあの白なの SR が出るから。ああ出た、あの高いやつ8000ぐらいするやつだ。いく千金狙おうかなっていう。あそれが一番高くて他はなんかね、ラムパルドとか高いね。ラムパルドはその1エネで相手が種ポケモンだったら即死みたいな。えぐ種ポケモン即死なんだ。意味わかんなくない、うん、それねあの GX はとかじゃなくて、ただ普通の技。やばいね。あのお前が言ってた、うん、この枠は絶対に光ってても強いカードいないなって言ってた。ああなるほどね。あの枠であの感じなんだ。爆速で強いのが。えそれねタッグチームとかも即死させれるの。もちろんでしょ。タッグチームなんて種ポケモンしかないからね。いやだからそれタッグチームは除くみたいな書いてあるのかと思った。いやもうそんなんないよもう、うん、早速向いていこう、うん、いややっぱ昔のカードはね俺結構この時まだやってなかったからテンション上がるな。上がるな。テーマパークに来たみたいだ。テンション上がるな。もうそれ流行ってる。かわいい、うん、こいつはエネルギーなしで乱れ引っ掛けが打てる、うん、コインを3回投げて、そういうあの書き方なんだ。コイン3回投げてその数かけ、わっ出た激カワポケモン。そいつなんか EV の後釜狙おうとしてる感じがするけど、全然違うでしょ。 EV の、うん、かわいい踏まれたいランキング1のポケモンです、ね、踏み踏みしてもらえるんですよ。ありがとうございます。やべえ俺40も食らうの。あなるほどね。あでもコイン、あでも1進化か。はいはい理解した。理解した。はい不思議な目出た。今回の新名はレベル上がるんじゃなくて進化がねその速くなる、うん、速くなる。1進化前に2進化後の、ああなるほどね、乗せられるっていう。はーい、おはいガブリアス。みんな知ってる。みんな知ってる。かっこいい系ポケモン。みんな種族長言える。ガブリアス。みんな種族長言えるけど言えない。スプラシューターぐらいみんな使ってる。スプラシューター結構使いづらいけど。ポッチャマかわいいね。そいつは知ってるね。はいはいはい。さあおエンペルト、あのポッチャマの最終進化でさっきの。これマジでこれに刺したら可愛くねえな。なんか ポッチャマでも1回進化した段階でも可愛さを失うんだろ。そうだよポッタイシ、あでも2進化だからかっこいいぐらい。エンペルトかっこいいと思うんだけどな。てかもうポッチャマの可愛さを失ってしまった。ハンサム出た。俺ちょっと欲しかったんだ。山札は下から3枚引くんだよこいつの効果。うわー面白くない。てか下から引くとかさマジで使いづれる、うん、でも下に置くカードがあるから。そうか下に置くって結構あるもんな。そうだからマジックだったら強いんじゃない。いやそう思うわ。マジックだったらその下に置くね。戦術が、うん、あれこれは勝ち格？お！うわ、あー違うんだ。惜しい。デンジさん。え、だからこれが白のだったら、もうお前もう今頃ふわーって勝ったわけね。惜しすぎる。いやでもお前マジ近いとこ頑張ったのよく。いや頑張ったね。いやマジこいつね。じゃあ今回この辺で。こいつあれじゃんあの4代目ホカゲじゃん。いやなりがな。完全に4代目ホカゲ。ミナトじゃねえよ。超惜しい。いや行ったと思ったんだけどな。え、これちなみにいくらの？デンジさんは。これいくらぐらいだろうね。男だよでも。確かに。じゃあ300円だな。お前男は300円。この価値ねえからな。本当にお取り寄せボタン。おジェックス、あいいかわいい。グレシア、ジェックス。グレシアって何？あの EV の進化タイプ。 EV さまた増えたの？結構前だけどねこれ。え何個あんの今 EV から進化するの？うん、3、4、5、6、7、8種類かな。マジで？俺、うん、あのあれエイフィーとかで止まってんだけど、5個でエイフィーブラッキーの後に、うん、リーフィア、グレイシア、ニーフィアが出た。グレイシアは強いですよ特性がね、うん、まあ、だからそんなにこれはあの獣が歓喜する。ちょっとそのいやだからそうめっちゃ前髪パッツンはねたまらんでしょう。凍てつく瞳、うん、相手の場の手札取らせてないポケモン GX の特性は全部なくなります。え強いね。ミュウツーミュウ GX、うん、動けなくなるじゃん。 GP で通せる。高くもないの、まあ、高くはないでしょうね、うん、じゃあいきます。頼む。いやでも10番もうさっきあれ引いてるからな。それなんだよな。クロスロトも結構強い。ロトモーターポケモンの道具9枚以上ならエネルギー全部なくなって相手のバトルポケモンについて相手の場のポケモンについてエネルギーのかける数かける20ダメージ追加。強い、うん、強いかな。6枚あったら120ダメージ130。6枚もあるかな。ただで打てる。相手の場のポケモンについてエネルギーそんなつかないでしょ。エネルギーの場のポケモンだよ。でもあ場全部そう。え？ベンチもだよ。ベンチもなの？うん。こんなん2000ぐらいいくじゃん。取り目しよう。取り目しよう。お前手のひら先に言えよそれを。手のひらを返すぎだよ。全部行くんだったらバトル場じゃねえよ。あ、またさっきと同じの来ちゃったじゃんか。フロストロトムかそれ、うん、ボッシュロトム。あ、これあ違うのね。え、これ違うポケモンなのね。いやどう見ても違うでしょお前。同じだよマジで。 2P カラーかと思った。洗濯機と冷蔵庫で。え、しかも待って、これさ進化とかじゃなくてさ、え、別々にいんの？
まあ、そのほぼ同じなのにボトムっていう、ゴーストタイプと電気タイプのゴースト電気のポケモンがいるんだけど、そいつがなんかいろんな電化製品に取り付いた姿っていう設定なわけ。だからか、だからポケモンなのに名前が7文字もあるの。お前マジでポケモン何も知らないんだ。いやマジで何も知らない。だからマチスで止まってるから。マチス、緑のマチスでやめたから。グリーンマチスかよ。あ、踏まれたい。踏まれたいランキング1位。はいはい、来た。おお、惜しい。こいつの進化が、やった。でもエスケープボード来た。エスケープボード来た。これ割と高いです。380円くらいする。あ、じゃあよかったね。150円手に入って。やったー。ズガイトス。こいつの進化がそのラムパルドっていう、その、怪物ポケモンよ。あ、あれか。そのさっき言ってた、あの、一物で破壊光線が打てるやつか。そうそう。これさ、さっきのリリア打ってさ、これのボックス買った方がいいんじゃねえか。確かにね、この感じはもしかしてそうかもしれないけど。ヒポポッタ。お、なんか高そう。エネルギー。はい。はい。まあ、高くねえんだ。普通だよね。普通なんだ。鋼電気超の全部のエネルギーの役割をみんな負うよっていう。へえ、あ、強くない？その代わりデメリットなの？ないの？ないよ。得じゃん。お得ポケモンじゃない。まあ、だから鋼電気のなんかその混成デッキとかにいられる。まあ二色マナだよね。え、なんかデメリットないの？デメリットねえよ。なんで成立するの？デメリットなし。じゃあこれ絶対あの4枚入れちゃうじゃん。4枚しか入れられない。でも4枚特殊エネルギーでしょ。基本エネルギーだったら、え、特殊エネルギーだとなんかデメリットあるの？なんかその結構制約はある。特殊エネルギー、じゃあ基本エネルギーはなんか墓地から戻すとかのカードが多いから、ね、特殊エネルギーはも、はいはいはい、結構のやつ。そういうのはないんだ。おー、来たー。でもダメだ、電気でしょ。もう俺は知ってる。はい、こんにちは、僕はレントラー。威嚇の牙、バトル場に行くかけ相手のバトルポケモンを使わずのために全て30させる。マイナス30。30にさせんの？マイナス30。微妙じゃね？お前微妙だよ。正直30しか引かない。俺はこいつを生かせる自信はないよ。ないな。しかも1進化なんだろ俺。2進化だよ。え、嘘。そう、言葉か。お前待って待って、俺この2進化目のさ、この姿でさ、もうすでに種っぽいのにさ、もうそれの前ってどんだけ種、卵から始まってんじゃないの。今回はね、そうね、この辺でね、まあこいつがまあでもデンジさんはね、その、うん、不女子によれば売れんじゃねえか。だってもうこいつホカゲだからね。いや、ホカゲじゃねえ。かつてはホカゲだったから、ね、ホカゲじゃねえから。ナルトのキャラじゃねえからな。ナルトカードゲームだったら。待って、エスケープボードが一番高いんじゃねえの。マジで。それまであるよこれ。スケボーだぜ。だってこれ逃げるためのエネルギー1個分少なくなってね、うん、お前でも前の大きでもそうだったけどさ、こういうさやつの男を舐めすぎじゃない。だから意外とこいつはあの2800円とかいくかもしんない。うん、いくかもしんないよ。調べてみよう。2800円だと思うから、まあ、ちょっと、うん、携帯で調べてみよう。いや、2800円だよ。だから真ん中では、ね、いや違う、だから売りに行こうぜ。だから2800円で買い取りしてくれるから絶対。あ、確かにね、うん、じゃあ買い取りしてくれなかったらお前その分の歳をお前が払ってくれる感じ。いいよ、その代わりお前あの、うん、こういう多分絶対もらうから。だから5800円だったら俺3000分もらうから。あ、なるほどね、分かった。いいよ、絶対な。だからいいよ、そいつ高いと思うから。おっしゃ、じゃあやるぜ。はい、ということで、まあ今回これの開封でした。さよなら、うん。よっしゃ、今日もポケカやろうぜ。ポケカ対戦だ。ああ、僕のデッキで君の心を粉砕してあげるよ。今のうちに回復値を叩いてな。じゃあシャッフルタイムだ。そうだな、シャッフル。僕のトレーナールール発動。お、シャッフルをせず相手に渡すことができる。そう、確かに君のトレーナールールはそれだったな。だが僕のトレーナールールはまた別だ。何？僕のトレーナールールは最初の手札を8枚でゲームを始める。8枚でゲームを始めるだと、うん、僕もそっちのトレーナールールが良かった。さあ、さあ手札ゲーム開始だ。先行後攻を決めよう。そう、ポケモンカードの先行後攻はコインで決める。ダイス、そう、ダイスのかっこよさで決める。僕のダイスはこれ。ダイスじゃないぞこれ。ダイスじゃないな、これなんですか。コインだ、コインだ。コインのかっこよさで決める。僕のコインはね、うん、ちょっと待っててくれ。うん、僕のこのアルティメットドラゴン。僕のコインはこれ、平等院鳳凰堂。君が先行だ。先行で始めよう。ドロー。さあ、ゲーム開始だ。さあ、ゲーム開始だ。ドロー。ドロー。来た。こいつは発動する。グリーンの戦略。何？これはグリーンが僕の味方になるということ。やばい。グリーンが出すポケモンはこれ。ヒノココ。そう、ポケモンを同時に倍に2体出すことができるのさ。それはグリーンの戦略の唯一性。もう一体、クルビルだ。やばい。僕のターンはエンドだぜ。俺のターン。そう、後方はカードを2枚引いた後、さらにカードを3枚戻して、その後、相手のデッキからカードを1枚引くことができる。で、合ってるよな。合ってるよな。合ってるよ。合ってるぜ。その際、俺はカードを1枚見ないで、相手のデッキから引くことができる。わかりづらい。さあ、僕のターン、アーケンと、うん、あの、そう、僕はダブルタックを組めないから、あの、ベンチにキノコを出して、アーケンの攻撃で、クルミルにあの20のダメージ与える。20だな、うん、ダメージカウンターを置くのが
ポケモンカードのルールだ、うん、そう基本ルール、そうポケモンカードはダメージカウンター、ダメージカウンターは置くの、ダメージカウンターはどうなの、2個乗せる、2個乗せる、そう、うん、まなかなかの攻撃だ。ポケモンカードはポケモンの技を最後に使った方が、うん、ターン終わるんだよな。そうそう、だから僕のターンは終わりだ。さあ君のターン、ターンエンド時に僕のトレーナールール発動、相手の山ほどの一番上を確認し、それがもしポケモンだったら自分のベンチに置くことができる。え、強すぎだろお前のマジでお前さらにマニューラの効果発動、いいカード引いたな、マニューラの隣にいるこの青い髪のおっさんの効果によって僕はカードを3枚ドローすることができる。え、お前めっちゃエグいなお前なんでマリアがってエグすぎるだろう。ただしこのターンドローフェーズはスキップされる。当たり前だよ、3枚引いてる。僕はリグレを出して、おベンチに出してクルミルの攻撃、不意をつく、コインをいっぱい投げ、裏だったらこの技は失敗。お、コインを投げるんだったな。お、失敗のようだな。どうやら失敗のようだな。さらにポケモンカードゲームのルールで、技を失敗したポケモンは、トラッシュに行く、死亡するんだ。くそ、負けたか。合ってるぜ、もちろん。合ってるよな。いけリグレ。よしよしよし、しかしこのターン、僕はダブルバトルだから、あ、そうだ、ダブルバトルだ、お前。キノコ、ここで毒の子なんですよ。毒状態だ、君のポケモンは。うん。でもさらにダブルチーム時のルールでコイントスを行うんだよ。そう。でさ、投げてみろ。何が起こるんだ。お、失敗だな。技に失敗したポケモンは死亡するんだって。そうだな。合ってるよな。合ってるよな。そう、グリーンね。で、これが死んだことによって、まあ、グリーンの戦略によって、そのダブルタックでマニューラが出るから、マニューラの戦闘も始まるけど、マニューラの攻撃、悪だけ。悪だけ、まずコイン投げを行って。僕のトレーナールール発動、声を鳴いた時必ず表になる。いや、技成功。あとじゃあいいよ。食らってやるよ、何？ワルダクビは、チムネヤマドの好きなカードを2枚手札に加える。そしてヤマドに。あ、ダメージ系じゃないんだ。へぇ。僕が加えるのはこれとこれだな。見せないんだ、エグいな。ターン終了だ。トレーナーカードって言ってんのに見せないんだ、エグいな。じゃあ僕のターン、ヤマドのカード、好きなカードを。え、マジで？これは相手に見せなくていいのさ。おー、エグ。なんか俺もエグいトレーナールール持ってたらよかったんだけど、俺ないわ。じゃあターンもらいます、ドローします。どうしよう。じゃあね、せっかくだからやっぱポケモンカードっていうのはそのモンスターが進化するからね、アーケンをアーケンオスに進化させる。で、ポケモンが進化した時の、まあ、ルールとして、相手のポケモン2体を破壊することができる。いや、なんだそれ、強すぎたね。いや、だからあれで、なんか、グラディアルビーストだよね。あ、なるほどね。ベストローリーだよね。その場合、僕の今場にポケモンがいないことによって、グリーンが前に出てくる。そうそう。で、グリーンとアーケンオスの対決。戦いだけど、ポケモン基本3原則として人間にダメージ与えることができない。そう。ロボット3原則と同じだ。そう、ポケモンは。ポケモンは人を傷つけることができる。だから君はね、このターン何もできない。そう、だから俺は、で、あれだよね、ポケモンカードっていうのは、その、相手の戦場を壊滅させたら勝ちだから、そう。ただ、ポケモンは無敵だから、人間を殺せるカードが出てくるまでは何もできないから、ターン終了します。僕のターン取ろう。さて、ここで真の力を発揮させてもらうから、ちょっとあの壁は厄介だな。グリーンは実はね、人じゃないんだ。あ、マジで？そう。え？えぐ？真の力を見せろ、グリーン。ブワー！うわー、やばい！これが真の姿だったのか。そう。プテラ、そしてメイちゃんを出すで。あ、やばい。それは人間だ。メイちゃんは可愛いことによって、お前のポケモンと仕送られる。確かに確かに、可愛いかった。可愛いが正義だから。ヘロヘロだもんな。いけ、プテラ、ノックスマッシュだ。何ダメージ食らうの？ 120 ダメージだから。やべ、あと10しかない。首の皮1枚じゃん。100、あ、いいよ、120あるわ、ちょうど。うわぁ、死んじゃう。僕のターンは終了だ。どうするんだい？こっから。じゃあいいや、僕のトレーナールールを発動する。何？まだトレーナールールやってる。なんか、打ち消されたみたいなんだけど、なんかヤングースが出てきたから、なんか俺トレーナールール打ち消された感あるけど。僕の、メイちゃんのトレーナールールを発動した。メイちゃんのトレーナールールによって、相手がトレーナーズルール出した時に、僕の場にポケモン2体まで出すことができる。おー、まあでも発動はできるので、ね、まあ2匹出るだけで、オッケーオッケー。いや、もういや、俺のトレーナー。お前それなんだ、まあ、俺のトレーナールールはデッキから、ゲーム中、1回だけ好きなカードを、まあ、手札に加えられる。なんか地味にちょっと、そう、なんか、ありそうな感じだな。なんかお前がもうルール無用なんか俺だいぶルールに沿ってやってるでしょ。そうだな。で、ターンもらいます。で、ドローします。死にかけのアーキオス1体と、あれか。うん、まあ、次のターンで勝負は決まるけど、どうする？そうだな。でベンチにラフレシアを置いて、うん、でラフレシア の, ポケモンパワー発動 で,、うん、でこれの効果によって、まあ、戦場にいる全て の, モンスターに匂いダメージを与える。匂いダメージだとやばいな。匂いダメージは大体まあ、250から300の間なんだけど、まあ、この今戦場にいる医療ちゃんと見てみ。マジだ、うん、だから全滅するじゃん。
そっか、じゃあダメか、うん、全滅か。で、一応、まあ、ラフレシア自体は匂いの耐性があるから、残るの、ね、残って、で、まあ、メイちゃんは、あの、いい匂いがするから、ね、人間三原則だから、ね、いい生きてて、この状態だ。やべえな、ポケモン進化させなきゃよかったな。うん。ターンエンド。ターンエンド。ドロー。やばい、負ける。うわぁ、最悪だな。そう、お前、あのね、ちょっと調子乗って出したことがね、ちょっと運の好きだったな。とりあえず、イワーク場に出して、うん、あれ、これって、うん、あ、そうだ、勝てるわ。マジで ?2 体いけにえ。あったわ。ブラックマジシャン GX。やばい、ブラックマジシャン GX 出てきた。ちょっと待って。確かに、やばい。星の名モンスターは2体いけにえで召喚できるから。できるできる。ブラックマジシャン GX の攻撃。ブラックマジック。うわ、やばい。ラフレシア死んだ。相手の場を壊滅させたから僕の勝ちだ。大ちゃん、ありがとうございました。ありがとうございました。何これ、いや、ポケカおもろいやつ。おもろいね、今、うん。いや、でもさ、やっぱ、新しいエキスパンションになってさ、生贄とかが出たから、やっぱ良かったよ、ね。まあ、そうね。やっぱ、あと、その、ポケモン三原則があるから、そう、ね、そう、人間は、あの、やっぱ人間、すごい強い。積むのが、今の環境かもしれない。うんうん、